やも、アンドのコウさんです。新作制作に苦しんでおります。無事ね、なんとかでき始めたんで、ちょっと今来てるんですけど、あー、なんとかなってよかった。はい、本日の動画は、前回ですね、チェッカーのスケートローをご紹介した時にお話しした、紹介したい靴のもう一足になります。で、今持ってきたやつなんですけどね、いっぱい喋る動画にはなるんですけども、よかったお暇な時にじっくり見ていただければ嬉しいです。それでは、早速、本日ご紹介するのが、こちら。バンズ、ニューラインスケートクラシックより、スケートオーセンティック。Yo, less ego and more soul. Trying to make it clear like a sore throat. They too concerned about my wardrobe, but they going broke. We've been praying for it, only Lord knows. Just got an invoice, had about four O's. Pick the locks when the doors close. This is my house, fuck a foreclose. We staying in control, fuck the hormones. Come outside the hood, look like a war zone. Come fuzz my check everything, watch your jawbone. Back then they used to call her jawbone. We was little freaks watching porno, going crazy with the hormones. Now we paying car notes, lighting up like charcoals. Lost a couple homies, but I meet them at the crossroads. 新ラインってワクワクする響きっすよね。まあ今回新ラインと言っても、まあ今まであったバンドレラインやボルトライン、スケートやったりとか BMX 用に特化していた高耐久で高機能性が売りのプロラインっていうのがあったんですけども、それのアップグレードした高速ラインっていう扱いになります。今回のこのタン裏の部分のワールドナンバーワンスケートボーディングシューズっていう、スケートボーディングっていうところがちょっと文字のフォントがね、箱の方とかで太くなってたりとかするように、今までのプロラインよりもより、本気度が伝わってくるようなラインになっております。では細部を見ていきたいと思います。まずですね、目を引くのはこのビスタブのチェッカーですね。なかなかビスタブがパターンっていうのは珍しいですね。で、裏面にバンズの表記がされております。素材感としては今までのやつと違ってかなりね、テカリやったりとか、なんやろ、糊を振ってアイロンかけた後みたいなパリッと感のあるビスタブになってまして、質が圧倒的に今までとは違いますね。アッパーなんですけども二重構造になってまして、トップはスウェードなんですけども、裏側にデュラキャップっていうラバー素材が入ってまして、ソールの部分にもデュラキャップが入ってますよって印字がされております。まあこれはね、耐久性やったりとか摩擦とかに強くなってるんで、スケートのシーンとかで負荷がかかるアッパーサイド周りとかをカバーしてるって形になります。キャンパスもテカリがあるちょっと特殊な仕様になってまして、上からラバーコーティングなんかウレタンコーティングなんかわからないんですけど、外側はコーティングがされてます。内側触った感じやと普通のキャンパス素材だったんで、それこそ耐久性が必要とされる外側だけコーティング化されていますね。汚れだったりとか水にも多少強いと思いますよ。で、シューホールはホワイトで黒と白のメリハリがあるデザインで、紐は黒と白の2色がこちらもついております。僕は白がおすすめです。アウトソール、ワッフルソールなんですけども、今までと大きく変わりました。溝が今までより深くなりました。なんでクッション性と耐久性ともに上がってます。それに伴ってミッドテープも若干厚みを増してるのかなっていうところですね。光沢感があって非常にクラシックな作りになっております。好みは分かれそうですけどね。かかと部分ですね、アウトソールとインソールの間に補強材が入ってるみたいで、かかとの安定感向上、クッション性の向上というところにも一役買ってるみたいです。ヒールパッチはブラックのベースにホワイトのラバーですね。スケートボーディングという表記がされてます。内側、今回内側大きく変更があります。まず目を引くのはこのヒールカウンターのチェッカーなんですけども、ヒールカウンター部分がチェッカー柄、パイピングが赤色になってまして非常に目立ってますね。脱いだ時のアクセントに非常にいいと思います。ただ、性能的には少し履いた感じではそこまで今までとの差は分からなかったです。柄が変わっただけなのか実際に性能も変わってるのかはちょっと分かりかねるところですね。終端の横なんですけども、公式ではストラップっていう名称になってましたけども、赤いゴムがついてます。ただこのゴムね、フィット感向上だと思うんですけど、そこまで強くないのでバチッと締め付けの感じはないですね。どちらかというと終端がずれないなっていうぐらいの利点しかちょっと僕はあんまり思いつかないですね。まあサイドから汚れとかね、小石とかも入りづらくなってくるんで便利は便利かなと思います。で、終端裏にはワールドナンバーワンスケートボーディングシューズっていう表記と赤色のチェッカーがされてて、インソールは、ポップクッシュっていうインソールが入ってますね。こちらポップクッシュインソール非常に高クッションで、バンズの今最高峰のクッションの一つで、スノーボードのブーツとかにも単品で別売りだと3000円とかで販売されているような、そういういろいろなところに流用されているクッションですね。へたりづらい高クッションっていうのが
特徴みたいで、かなり履き心地はいいです。 3D カップインソールになって安定感もいいんで、僕かなりおすすめですね。内側部分全体に言えることなんですけど、というかまあ外側もそうなんですけど、作りがめちゃくちゃ精度上がってます。めちゃくちゃ上がってます。なんやろ、ステッチ一つにしても切り出されたパターン一つ一つにしてもすごく精度が高い印象を受けるので、かなり高クオリティな一足かなと思います。これで説明終わります。はい、というわけで細部を見ていきましたが、いかがだったでしょうか。実際手に取った感想としては、クラシカルでバンズらしい見た目なのに中身最先端っていう感じですね。もうこの通りバンズらしいフォルムシルエットではあるんですけども、もう手に取ったり実際に見たら直感的に分かる、素材感の違いやったりバランス感の違いっていうのがダイレクトに伝わるような、そんなモデルになってます。確証できないですけど、ラバーコーティング的なものがキャンバスの上からされてるんで、めちゃくちゃ違和感すごいっす。正直ね、好みめっちゃこのポイントで分かれてくると思います。全体としてもめっちゃ正直、バンズとかこういったローテクシューズ好きな人の中でも好みの分かれてしまう一足なのかなっていう印象ですね。こういったローテクシューズ、まあバンズやったりコンズやったりとか、そういうのが好きな人っていうのはトレンド感の対極にあるような、ちょっと変わらない雰囲気っていうか、変われない武骨さみたいな、不器用さみたいなところに結構こういったローテクの良さを見出す人が結構多いと思いますし、僕も結構そういうタイプやったりはするんですけども、そういう人からするとラバー加工やったりとか、まあサイドのビスタブがちょっとパリッとメリハリのある仕様に変わったんとかは、全てが全て OK ではないのかなっていう気はするんですけども、僕はね、結構ポジティブにこれは捉えてるシューズにはなってますね。実際手に取ってみると、その違和感とかもそうなんですけど、それ以上に細部のステッチやったりとか、一個一個の切り出されてるパターンとかがすごい精密になってるんですよ。今までのやつに比べると圧倒的に精度が高いっていうのが分かります。特に内側部分とかの作りとかの細かさはかなり秀逸やと思うんですね。ステッチとかに関しては今までとマシンちゃうんちゃうかっていうぐらい製造の感じが違うっす。それぐらいね、クオリティはだいぶ高い一足。これが1万弱っていうのはバンズやとちょっと考えられへんぐらい安いっすね。いや、そんなんいらんねんっていう方も結構いらっしゃると思いますし、僕もそういった考えの一面は正直あるんですけども、そういうなんか作らはる人の使う人のことを考えて、よりこうやっていきたいっていう思いが詰まってる一足だと思うんで、そういうなんか熱意みたいなところはめっちゃくちゃやっぱ惹かれるところで、まあ、自分自身のやっぱり今までのアイテム選びの価値観であったりとか、選ぶ理由とか好きなジャンルってあると思うんですけど、やっぱりそれを超えたい、もっと自分の価値観も、凝り固まらずに、新しいものにどんどんチャレンジしたくなるなって思わせてくれるような一足かなと思います。まだまだ履き込みが足りないので、これからどんどん履いていって、この靴がどういった自分の生活の中で、色を見せてくれるのかっていうのをちょっと楽しみにしたいかなと思ってます。個人的にはアッパーの部分とかのデュラキャップとか強いんで、バイクプラスアルファスケートどっちもやりたいなっていうシーンとかに、これからのシーズン履きやすいんかなとか思ってます。そんなバンズ新しいラインのニューモデル、スケートラインからスケートオーセティックでした。そうそうそう、箱がね、今回のラインからすごく変わりました。少し前からバンズの US ラインとかに見られるこのスラッシュカットされてるサイドになってて、全体は白黒のモノトーン調で、ダンボールの感じとかすげえいいっす。なんか前一回めっちゃ分厚い時あったっすけど、従来のやつのちょっとパワーグレードアップ版ぐらいの、これのぐらいの厚みの紙がすごい好きです。サイドがチェッカー、ちょっと、エイジングされたようなチェッカーに、上がスケートオールドスクールのサイドパネルが大きくバーンって印刷されてる感じですね。内側にバンズワールドナンバーワンスケートボーディングシューズっていう表記と赤のチェッカーが書かれてます。いや、この箱はね、僕めっちゃ好きっす。めちゃくちゃいいと思う。こういう新しい新シリーズのこのモデルに比べたら、ボルトか、なんか前編やったやつ、いい感じのボックスになってます。というわけで本日はスケートオーセティックのご紹介でした。まあな、賛否両論枠やと思うんすよ今までアナハイムラインやったりとか好きやった方とかだと、この質感とかで、まあこのラインはいいかなっていう方も少なからずいると思うんですけど、僕そういう人こそも動画だけじゃなくて、タイミングあればぜひ手に取ってみてほしいなって思う一足です。できれば足も入れてみてほしいですね。もう履き心地はね、やっぱいいっすわ。オーセンティックって僕どっちかっていうとヒールの部分にクッションが入ってないんで苦手な部類なんですけど、それでもやっぱりだいぶ履き心地がいいっすね。オーセンティック選んだ理由は、バンズの新ラインの一足目ってなった、やっぱりバンズ最初期のモデルであるオーセンティック
ックで履きたかったっていうのがあって、僕はその5種類ある中からオーセンティックをチョイスしたんですけど、うん、いや結構気に入ってんですよね。まあね、あのむずいなっていうか、履き込んで気に入っていきたいなっていう靴なんですよ。さっきも話したけども、その自分の価値観ってだいぶ固まっちゃって、自分の好きなもの趣味とかって、まあそれこそ僕も今年30になるんで、どんどんなんか新しいものとかに拒否反応が起こってくるんですけど、僕はそれよりもなんか新しいものを入れてもっとどんどん楽しみたい、もっと自分の好きなブランドのことを新鮮な気持ちでずっと楽しみたいっていうのがあるんで、自分で履いて自分の気持ちで良し悪しを決めたいと思ってるっす。はい、っていう感じですね。最後宣伝なんですけど、ごめんなさい、これね、今僕着てるこいつなんですけど、まだ商品化してないです。多分今週末やから、金曜日か土曜日に発売予定で今準備してるっす。デザインも製造に関してもちょっとね、難しくて、なかなか納得がいくように作れへんかったんですけど、代わりにね、めっちゃ今可愛くできてるっす。今このクロスのモデルと、あと2型新作用意してるんで、まぁ、ちょっと楽しみにしてください。多分紹介動画も上げると思うんで、一番早く販売とかお知らせするのはインスタグラムなんで、インスタよかったら登録してください。こうやった新しい靴、俺もチャレンジしてみよう、試し履きだけでもしてみようって思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価等していただければすげえ嬉しいです。それじゃね。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。